はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。はい、ということで今回紹介する車はこちら、最新版三菱 EK ワゴン、そして EK カスタムでございます。で、この三菱の EK シリーズは日産と共同開発したモデルということなんですけど、日産の方からはレイズで販売されております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと EK カスタムの方からね、紹介されております。次のページでも、EK カスタムのスタイリングが紹介されております。かなりスポーティーなね、外観となっております。で、上の方にはエンジンスイッチと、キーレスオペレーションシステムが紹介されております。次のページではスタイリングがね、紹介されております。メッキの大型グリルだったり LED の、イルミ、そしてターボモデルには専用の15インチのアルミが採用されたりとかして、かなりスポーティーな外観になっております。次のページではリアビューがこのような感じになります。で、下にはマルチアラウンドモニターが紹介されております。次のページでは本側のね、ステアリングが採用されてたりとか、メーターもね、かなり視認性の高いメーターが採用されております。で、さらにリアコンビランプがクリアの LED タイプとなっております。次のページではインパネ周りがこのような感じになります。シンプルながら高級感もあって使いやすい感じになっております。次のページでもインテリアが紹介されておりまして、フロント周りが UV-IR カットガラスとなっておりますし、タッチパネル式のエアコンの操作パネルが上位モデルには採用されるということになっております。次のページではシート周りがこのような感じになります。やはり EK カスタムになりますとクールなインテリアとなっております。下にはシートアレンジが、ね、紹介されております。このようにだいたいフラットにすることができるようになっております。次のページでは EK ワゴンの、ね、カラーバリエーションが紹介されております。次のページでも EK ワゴンの方のカラーバリエーションが、ね、紹介されております。EK ワゴンの方はかなりカラフルな車となっております。次のページでは EK ワゴンのインテリアがこのような感じになります。シート周りもですね、2トーンのカラーリングとなっております。次のページでは安全性能についてが紹介されておりまして、三菱イヤーアシストが採用されております。モデルによっては違うんですけど、サポカーエスワイド、そしてサポカーエスベーシックプラスに該当しているということになります。機能としましては歩行者検知にも対応した衝突軽減ブレーキが採用されますし、前後方向のね、踏み間違い防止アシストが採用されます。はみ出し防止のための車線逸脱警報、そしてオートマチックハイビームも採用されております。隣では各機能の詳細が紹介されておりまして、衝突被害軽減ブレーキシステムや車線逸脱警報システムが、このような感じになります。フロントカメラによるシステムということになります。隣では前後方向のね、踏み間違い防止アシストが紹介されておりまして、オートマチックハイビームが紹介されております。次のページでは姿勢補助のアクティブスタビリティコントロール ASC が採用されておりますし、 ABS ももちろん採用されております。さらに後続の追突防止のためのエマージェンシーストップシグナルも採用されております。 EK カスタム全車と EK ワゴンの上級グレードにはディスチャージヘッドライトが採用されております。で、全車 LED のハイマウントストップランプも採用されます。全ての座席にパワーウィンドウが採用されておりまして、挟み込み防止のね、機能もついております。隣では運転席助手席のエアバッグも採用されますし、衝突安全ボディとなっております。前席3点式のシートベルトが採用されます。あと無重力被害低減のためのフロントシートの構造となっておりますし、フロント部が歩行者障害軽減ボディ構造となってたりもします。次のページではマルチアラウンドモニターが上級グレードには採用されますし、ターボグレードにはクルーズコントロールも採用されております。 UV-IR カットガラスがフロント部には採用されております。
隣では運転席のシートヒーターやリアヒーターアダプトも採用されますし、坂道発進補助のイグスタートアシストも採用されております。であと視界も広くなっておりますし、小回りもね効くということになります。ドアミラーの自動展開格納機能が採用されますし、ドライトオートカットや車速感をタイプのフロントの可変完結ワイパーが採用されております。であとリバース連動のリアオートワイパーも採用されますし、オートライトコントロールやイモビライザーなどももちろん採用されております。次の続いては環境性能などが紹介されておりまして、ハイドリングストップのオートストップ後やエンジンのねパワーロスを防ぐためのアシストバッテリーも採用されております。まあ、エコドライブのね状況が一目でね分かるようになっております。2駆モデルで燃費の方がリッター 25.8 キロということになっております。隣では走行性能が紹介されておりまして、ターボと NA でラインナップされております。どちらも2駆4駆ラインナップされておりまして、全車ミッションが CVT となりますし、4駆モデルにはフルタイム4駆が採用されております。 EK カスタムや EK ワゴンの上位グレードにはタコメーター付きのねメーターが採用されております。次のページではシートアレンジや使い勝手が紹介されておりまして、シートアレンジも多彩に行えるようになっておりますし、収納もある程度充実しております。次のページではボディカラーが全11色のラインナップとなっております。次のページではグレードが EK カスタムですと T セーフティーパッケージ、 G セーフティーパッケージとなっております。で2駆4駆用意されております。内装などがこのような感じです。次のページでは EK ワゴンですと上級グレードが T セーフティーパッケージ、 G セーフティーパッケージとなっております。ベースグレードが M、E アシスト、そして E、E アシストとなります。E グレードが肉のみのね、ラインナップとなります。その他は肉と4駆のラインナップがあります。次のページでは、それぞれのグレードの装備が紹介されております。次のページでも、それぞれのグレードの装備が紹介されております。EK ワゴンのね、T と G でも、ディスチャージヘッドライトが、採用されております。あとツニオのねアルミも採用されております。次のページでは主要装備一覧表が紹介されております。このようになっておりまして、ブラックインテリアのねメーカーオプションも用意されております。次のページでは主要諸元表が紹介されておりまして、で下には寸法図も紹介されております。隣ではエコカー減税対象車や、環境仕様が紹介されております。次のページでは副車両がね紹介されております。助手席回転シート車と、助手席ムービングシート車が紹介されております。隣ではアフターサービスなどが紹介されております。で、裏表紙はこのような感じです。はい、ということで今回は最新版三菱 EK ワゴン EK カスタムについて紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現等あったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころおいしうれしいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。